パパジュース飲んだ。美味しかった。よし、やるか。やる。どんどん入れるか。ほい。わー、食べすぎ。よし、ほい。わー、筋肉も、はい。どこ虫おった？あれ、虫ちゃん、あっち行けまた見つけたら教えて。虫だよ。虫ちゃん、ほら、虫ちゃんおる。逃げろ、早く逃げろ。逃げた。よし、いい子や。ニンニクだ。ひめちゃん切る。ひめちゃんニンニク切るんか。うん。これはキツネ。キツネ？似てる？似てる、キツネと似てる。でっかくない。ちっちゃいよ。これ気をつけろ、トゲ生えとるからね。ちっちゃいか。うん、ちっちゃい。でっかいのも欲しいとこだね。でっひめちゃん、これひめちゃん、ニンニク好きなの。ほんと？意外。じゃあ、これを洗ってもらおうかな。こいつちょっと洗ってくれる？これだ。よし、わかった。ひめちゃん用。ちび玉。よし。玉ねぎにっこりするように、ありがとう、ありがとうと感謝して切ろう。はい、ありがとうちゃん。みーちゃん喜ぶね。できた。あ、よかった。ありがとうよ。できましたか。できました。これ入れて。はい、わかった。入れる。ちょっと待って。ひめちゃん、これ入れたかった。本当？よし、ちょっと待って。なんかこれをちょっともうちょっと見て。芽が生えてると大変だからね、じゃがいもの芽は。体にあんまり良くなかったりする。だからその芽は取らなければいけない。よし、取ろう。そこにちょっと芽ができてるね。わあ、すごく深く切った。ちょっと危ない。これはね、尻尾のところで切るんだよ。こうやって、ほら、包丁の根元を使って、グリグリ。あら、ありがとう。おズボン。カバ。メンメか。メンメを取っとる、うん。食べれんのよ。ひめちゃん、これ切りたい。バイバイ。みんな使う。ありがとう。1,2,3,4,5,6,7,8。ひめちゃん、これ切りたい。え、ニンニク？うん。よし、わかった。すごい元気なくしてる。そう、疲れたんやろ。うん。なんかカメラも嫌なって。うん。さっさと見ようとして。ありがとう、じゃあ。ひめちゃん、向こう。ひめちゃん、向こう。向いて。頼むぜ。じゃあ、その間に。はい、ありがとう、じゃあ。ありがとう。はい。ありがとうちゃん。そして、はい。お、それか。よし。あ、上手に剥いたな。よし。ひめちゃん切りたいな。はい。2個の手。ちょっと待って。
ちょっとちっちゃいから今回テンスメールのやめて縦にね、ちっちゃくなった。すごいちっちゃくなったよ。入れる入れる入れる、はい入れて入れて、これつまんで入れるといいよ、つまんで入れるといいよ。ありがとうありがとうって入れるんだよ。そう、よし入れよう。入るね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、11、12、13、14、はい、あ、入れて入れて入れて、入れちゃう。3、ありがとう。これ、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 
分けるぞ。はい、入れて。痛い。よし。痛い。ちょっとなんで今日動かすんだ。ありがとうって言って感謝の気持ちで切る。そして感謝の気持ちで切る。ありがとうちゃん。ありがとう。ありがとうちゃん。姫ちゃんこれ。パパにもちょっと入れさせる。姫ちゃん入れーだ。おお、放り込むな。そういうのは感謝してそっと入れるよ。ありがとうね。ほら、そっと入れるね。そっと入れて。そう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 。そう、それ大事。感謝の気持ちが大事なんですよ。はい、では。もしおるかどうかチェックや。ひめちゃん、おらん、大丈夫や、おらん、おらんかった。ひめちゃん、ひめ、おらんかった。ありがとう、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 ありがとう。1、2、3、4、5、6、7。おらんかった。よし、わかった。切るぞ。ひめちゃん、おらんかった。おらんかったね。よかったよ。ありがとうちゃん。姫ちゃんパパ頑張れで、お兄ちゃん喜ぶぞ。よし、いいぞ。姫ちゃん超喜ぶね。きっと使う。姫ちゃんに優しくしてくれるね。よしよし。よしよし。だって姫ちゃんから優しくしとるんやもん。これ。あ、ほんとや。いや、これは穴だらけのがあるぞ。怖いな。虫食いのないやつ選んでプチンプチンする。姫ちゃんプチンってしてる。プチン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 プリン。破れた。あら、破れちゃったか。ちょっと待って、それ穴あった葉っぱやな。穴あった葉っぱいらん。大丈夫、穴あった葉っぱありがとうよ。穴あった葉っぱをちゃんと取ってくれたんやな。よし、これもいい。これよし、バイバイ。こっちのやつどうもしおれちゃったな。オーガニックモメントが足りない。よし、1、姫ちゃんもちぎるか。ちぎっといて、パパとちぎる。あ、よし、見せて。ちぎれた。ちぎれたよ。こっち虫おる。うわぁ、危ない。よし、もしはパパの友達や。あ、お鍋に入れんように気をつけて。あ、こっちにも虫。虫、うん、あ、ほんとや。よし、よし、虫のことは無視するわけにはいかんね。ふにゃふにゃなっちゃったね。ふにゃふにゃなっちゃったね。よし、じゃあ、じゃあ、あれ、姫ちゃん、姫ちゃん遊び出してないか。遊んどるんじゃないか。じゃあ、お料理じゃなくて遊んどるんじゃないか。お料理。でで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 。で。姫ちゃん、お前ちゃんと遊ばなきゃいけない。いや違う。お手伝いしなきゃいけないんじゃないか。お手伝いしなきゃいけないんじゃないか。こちょぶり星人は向こうで注意しとるよ。おい、姫ちゃん、お前ちゃんとお手伝いしなきゃいけないんじゃないか。こちょぶっちゃうぞ。いいのか、いいのか、いいのか。なになに、これ、これ、これ貸してくれるのか。面白いな。ちょっと待て、お前俺のこと遊びに誘うんじゃねえよ。ちゃんと手伝うんだよ。さあ、いいか。じゃあ、あ、タッチ、握手、握手、握手。はい、あれ、言うこと聞かないね。とりあえず俺は料理があるからまたな。じゃあ。
姫、落ち着け。何事も落ち着きが一番大事やぞ。いや、でかい。なんやこれ、大きくない？これ、ちっちゃいよ。ちっちゃい。ちょっと、先週のやつが出てきたのに。硬い、うん、古いものからちゃんと使っていく、ね、うん、ちっちゃいのじゃない。よし、行くぞ。1、2、3、4。ありがとう。危ない、親指引っ込め。あ、縦にね。よし、これでいい。いくつだった？ありがとう、ありがとう、ありがとう。1、2、3、4、5、6、7、8、9。よし、はい。あ、あ、落ちるとこやった、危ない。な、うん、終わるまでちょっと、あとちょっと。あ、なんか出てきた。なんか出てきた、何やろ。こっちから。こっちから。よし。あ、持っとら。本当持っとら、危ねえ。よし、切れた。種取るぞ、種取るぞ。種取るぞ。ありがとう。パプリカちゃん、ありがとう、ありがとう。1、2、3、4、5、6。6つの感謝。これは何っていうの？パプリカちゃん。いくよ、切るよ。姫ちゃん、お水入れてくれたね。ありがとう。お水入れてる。お水もうなくなっちゃった。はい、いくぞ。カットするぞ。ありがとう。よしよ。いくつになった？ 1、2、3、4。4つの感謝が。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。よし。いいぞ。あー、全部残ったっけね。全部なくなっちゃったね。これ、かわいい。姫ちゃん、なんか忘れとる。かぼちゃ。よし、当たりや。大正解。なんか忘れとった。大正解って言って。大正解。かぼちゃは硬いからパパ切るよ。パパ担当。すごい。すごいやろ。しっぱる。しっぱる。よし。しっぽ硬くないの？しっぽ硬いよ。全部硬い。そしてこのごっつい、でっかいこのナスも、ナスはパーツでこんなにでかいの。ありがとう、ありがとう、ありがとう。硬いの？ありがとう、硬いよ。指出すなよ。ありがとう、ありがとうちゃん。あ、危ない、ずれた。このぐらい危ない。いくつある？1、2、3、4、5、6、7、8、9、9 個あった。なんか忘れと。あ、な、何忘れとる？なんか忘れとるね。なんか忘れ、あ、かぼちゃ。いや、かぼちゃ入れた。え、お塩や、お塩忘れとった。お塩、てってで入れる。てってで入れる、てってで入れる。はい、ちょっと待って。みーちゃん。お塩、お塩、これを持って。ひめちゃん、自分で入れる。じゃあちょっと入れて。お塩の入れ方を学ぶ。あー、はい、入りすぎた気がする。ありがとう。ちょっと。お塩の使い方を学ぶ。はい、これは本当のお塩もなんだ。あ、いいぞ。あ、なんか忘れとる。姫ちゃん、なんか忘れとるよ。カレー粉が入れるの忘れとる。カレー粉入れてた。カレー粉忘れとるよ、大変や。入れてた。おい、箸を教えたい。入れる。ちょっと待って。よし、これはね、でっかいの。でっかいの、これは危ないからちょっと気をつけて。カレー粉すごい辛いからね。でっかいの。これ持って、そーっと、まあ、こぼすなよ、こぼすなよ。よし、入れろ。ツンツンして、ジャブジャブして、中でジャブジャブして。よし、あ、やめろお前。やめろお前。お水で流してたな。で、中でジャブジャブして、お尻に入れるのよかったと思うね。何か忘れとった。何忘れとるやろ。はっ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 。玉ねぎ。玉ねぎは入れたら大丈夫。オイルじゃないか。オイルやー。こんなオイルじゃないか。どこに置いたっけ。ここ、あ、お花大変。
見当たらんね。姫あったぞ。いいよ。オイル入れるよ。はちみつやね、それは。はい。オイル入れるよ。パス。姫ちゃん、これ開ける。ちょっと待て。わかったわかった。お前は蜂蜜に夢中やな。よし。オイルちょうだい。入れるよ。姫ちゃん入れる。姫ちゃん入れるやん。はい。じゃあ、ちょっと入れておくれ。はい、入れて。ジャブジャブして。中にジャブジャブして。入れて入れて。ほとんど汁気がないな。よしよしよし、もういいよ。これは待って、ストップ。洗い流した。もったいないから使っちゃうぞ。これでっかいの欲しい。これ、いや、蜂蜜はちょっぴり隠し味程度に入れるから、でっかいっていうわけではない。でも姫ちゃんはどうやら何かを狙ってるんじゃないかって気がする。あー、これほら、ごまかしたね。うん、あ、ほんと溶けた。びっくりやね。よし、じゃあ蜂蜜ちょっと入れようか。蜂蜜は小さじでちょっとでいいんだよ。ちょっと待って、何が欲しいな。姫ちゃん、ちょっと待って、何が違う、何か違うぞ。あーんじゃない、あーんじゃない、正直やろ。よし、入れるぞ。残った、じゃあスプーンちょっと綺麗にしといてくれ。はい、よし、あれ食べてる。どうぞ。おいちいかい。もうちょっと、いや、もうね、もうね。でも姫ちゃん、悲しむことはない。なぜなら、おかげで、おかげで美味しいカレーになる。気持ちはわかる。でも、もうちょっと欲しいぐらいでとどめとくのはいいや。こんなに甘かったら少ししか食べちゃダメだよ。ちょっぴりだけ。まあね、割れる。気持ちはわかるんだけどさ、こんなに甘いものをたくさん食べたら大変だよ。よし、はい、止めるよ。あ、ちょっと待って、これネチャネチャして舐める。これお口入れるか、お口入れるか。ツルンツルンにしといて。今はネバネバしてるからね、蜂蜜でねっとり。よし、終わりです。ありがとうございました。これ乾かしてくる。あ、洗わない。野菜だからシャーク洗わない。よし、日向で乾かしておこう。日向で乾かすと匂いとかしないんだよ。変なバイキンはわかんないんだよ。爽やかのまな板になるんや。龍汚い、龍汚い、龍、お前、いけないぞ。仕方ない。龍をきれいにしよう。龍。姫ちゃん、きれいにする。さっき屋根裏の方から壁伝いに。しゅーちゃんとルーくんと。そうや。ほんと汚いよ。やばい。やばい。危ない。危ないな。危ない。そう、女の子はヤバいって言って使うとダサいんで、かっこ悪いんで、危ない、危ないんだよね。リュウ、あまりの汚さにこれは洗うしかない。リュウ、洗うぞ。あ、逃げようとした。大丈夫だ、リュウ。心配すんな。心配すんな、リュウ。洗ってやるだけ。にゃー言うな。にゃー言うな。わあ、だ、わかった、わかった、姫、あいだ、姫、ちょっとこっちから登れ、こっちから登れ。悲しむことはない、お前も、悲しむことはない、大丈夫や。姫、あいだから入ろうとした。本気やったやな。
パパのお尻が一生懸命突っ込もうとしてるから何かと思って、お前本当にそこから覗こうとしてたのか。よし、ギャグではなかったんだね、姫ジョークではなかったんだね。あ、ちょっと待って、あ、ちょっとお湯の温度調整頼む。あ、大変だ、温度調整しようにも龍が逃げようとしてて無理だ。ちょっと温度下げてやってくれ。よし、程よい温度で。お前こんな灰色になったらお前大変だよ、お腹も灰色じゃん。分かった分かった分かった。あー危ない、向いてない。いや面白い、龍は大変だ、必死だよ。ずいぶん汚れてしまったな、なんかいまいちまだ汚いな、気に入らないが仕方ない。母ちゃん母ちゃん、もうちょっと汚いの、もうちょっと綺麗にしたかったね、もうちょっと綺麗にしたかったね、もうちょっと綺麗にする。いいわ、したいの逃げちゃったよ、もうちょっとする、もうちょっと洗う、こっちで洗いたいね、パパもそうしたいんだから。ゆうくん汚いからそんな言うたんだ、突っ込んだよ。さあ、とりあえずあとは野菜が煮えるのを待つだけ。引っ張るな。変なんね、自分変えよう。